このポッドキャストは、自分の父親の真似が飲んだ時の持ちネタのホラー小説家平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパ製の DVD やブルーレイが日本語で簡単に買えるウェブサイト DVD ファンタシウムの提供でお送りします。こんにちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしております。今日はですね、先々週かな、その前かな、昆虫映画に関して大失敗をやらかしてしまったので、その償いの意味を込めまして、ムシムシ大行進ということでですね、戦慄昆虫パニックという映画について紹介します。というわけでね、この前かなんかの、このアメリカ映画特典で大失敗をしちゃったんで、今日はその話からしたいと思いますが、東京都のタベルナさんからのメールです。はい。2月19日配信第74回の映画特典で、ペンネーム神風さんがタイトルがわからない映画だと言っていた、ゴキブリのような昆虫たちが列を作って壁に文字を書いて、話をする映画というのは、燃える昆虫軍団だと思います。1975年にウィリアム・キャッスルが制作してヤノット・シュワルツが監督した映画です。私がこの映画を知ったのは96年頃 TBS テレビで深夜に放送された朝まで Z 級映画という番組で紹介されたのを見たからです。紹介していたのは町山さん自身でした。そうなんですね。はい。僕がテレビで、このゴキブリが字を書く映画をですね、紹介して、笑い物にして、ところが、このメールで神風さんに尋ねられた時にですね、なんだかわかりませんね、なんでしょうねって、間抜けなことを言ってたんですね。他にもメールがいっぱい来てるんですが、NEO さん、ネオさんかな、早速ですが、どうしたんですか。74回に行っておられたゴキブリのような昆虫が隊列をなして文字を作る映画というのはどう見ても燃える昆虫軍団でしょう。町山さん自身が10年以上前に柳下喜一郎さんと、深夜にやっていたテレビ、Z 級映画ビデオなんとかでも取り上げていましたよ。もちろん即答すると思ってたんですが、てんてんてん、忙しいせいでしょうかみたいなことが書いてあるんですけど、あと、仙台市の平井さん、ラジオネーム寿司さん、あ、ダメ、平井って読んじゃった。ラジオネーム寿司さんから、ポッドキャストの冒頭で、ゴキブリ数匹が隊列を組んで文字を作って人と会話をする映画の話題がありましたが、この映画は燃える昆虫軍団ではないでしょうか。数年前の某深夜番組で町山さん自身が、この映画を紹介されており、私はそこでこの映画を知りました。というようなメールがですね、まあ、以下のような方々からも来てるんですね。ざっと読みますと、水戸龍光さん、岩瀬二郎さん、京都の今村さん、熊さん、埼玉の ISO さん、南川41歳さん、伊勢浩二さん、WEN ウェンさん、神外魔境地底重国さん、田中誠さん、浅香和弘さん、ペイパームーン松井さん、C タイプさん、北山正義さんかな、川崎市の電気屋エディさん、京都の鶴川博さん、世田谷区佐又正人さん、滝川健二さん、宮野博美さん、ハンドルネーム面白いよりきさん、尼崎ハンドルネームロドさん、杉並区の大森隆弘さん、原千鶴さん、北本さん、今井和夫さん、有害小説さん、山根さん、W03 さん、ペンネームヒゲさん、ペンネームトールギスさん、ペンネームラ・ブファドーラ改めドキス、ま、製造さん、ペンネームムーンポップさん、原田さんというですね、合計35人の人からですね、この映画は、燃える昆虫軍団ではないかと、あんたが紹介してたんだろというですね、ご指摘が殺到しました。はい。自分で紹介した映画を全然思い出せないというですね。
もう俺は終わりだね。もう引退します。はい。誰か後継いでください。本当に、変な映画の、内容を紹介すると、そのタイトルを当てる職業の後を継いでくださいって、職業か、これは。まあ、よくわかんないですけど、とにかく、もう本当に、やっぱりあるつーかな。ちょっとやばいですね。はい。ということでですね。でも、まあ、すごいですね。こういう映画のことを話すと、35人もの人がですね、それは燃える昆虫軍団だぜっていう指摘をしてくる世の中ってのはなんか間違ってるような気もしますけども、はい。まあ、そう言って言い訳をするなってのを自分が忘れたくせにっていうね。すいませんでした。はい。ということでね、今日はそのお詫びの意味を込めまして、自戒の意味を込めまして、昆虫映画特集ということでですね、特集って言っても、まあ、昆虫映画ばかりダラダラ並べてもしょうがないんですが、燃える昆虫軍団っていうのは1975年ぐらいの映画なんですね。で、これは劇場公開されて、なんかひどい映画館でやったと思うんですけど、新宿京王かななんかでやったと思うんですけど、あ、新宿京王じゃなくて銀座ロキシーかな、わかんないですけど、武蔵野館かな、まあその辺のですね、二番館系っていう、昔は映画にロードショーとですね、その下の格下の映画館ってなったんですね。格下の映画館っていうのは、なんていうか、2本立てでいきなり公開したりするんですけども、普段ポルノとかやってたりね、して、劇場のスクリーンがちっちゃくてね、東宝系はですね、格下映画館というのはその新宿系を丸の内東宝系っていうのがあってですね、で、松竹系の格下映画館っていうのは、あれですね、銀座ロキシーとかですね、そう、地球座とかあったんですね、もう何もない、残ってないですけども、あとまあ、テアトル系だとテアトル銀座、新宿武蔵野関係かな、というちょっと一段落ちる映画館でですね、この燃える昆虫軍団っていう映画はやってましたけども、何と2本立てだったかな、もうちょっと思い出せない、大襲来吸血コウモリかなんかだったと思うんですけども、違うか、そういえば大襲来吸血コウモリというのはなかなかすごい映画でしたね。映画の最初でですね、なんか核戦争だか細菌戦争かなんかがあってですね、そのシェルター、地下シェルターにですね、みんなが殺到するわけですよ。で、要するに助かったみたいな感じになってるんですけども、ところがその地下シェルターの中に吸血コウモリが入ってしまってですね、その吸血コウモリが人間を襲って、大パニックになるんだけれども、その要するに地上は核戦争で壊滅したかなんかで出られないという話だったんですね。で、これが面白いのはですね、このシェルターに避難するっていうのは実はですね、シミュレーションでなんとかドッキリカメラみたいなやつで、本当にそういうことは起こったわけじゃないんですね。で、この人たちは騙されたかなんかで、そういう人たちの、なんていうか、実験をするために、もしシェルターに入ったらどういう反応を人間がするかっていう実験をするために、確かこのシェルターに、まあ、本当に本人たちは核戦争が起こったと思ったかなんかで、避難するんですけども、そこに事故でですね、事故だったか陰謀だったか 忘れましたが、吸血コウモリがも紛れ込んでしまって大変なことになるという映画がありましたけれども、ただ吸血コウモリっていうのは人を噛んだりしないんでね、ちょっとこれは吸血コウモリというものが違うんじゃないかと。吸血コウモリはペロペロって血を舐めるだけでね、こう歯にこうドラキュラのように牙が生えてて、そこから血をチューチューするっていうんじゃないんですね。はい。本当の血吸いコウモリというのはですね、で、ちょっと違うなというね、蚊が血を吸うシステムとごっちゃになってるなという気がしましたけれども、はい。そういえば蚊が人の血を、巨大な蚊が人の血をチューチューする映画っていうのもあって、なんだっけ、モスキートだったっけな。あれもすごくて、チューチューって吸われた人間の顔がですね、見る見るうちにしぼんで、星首みたいなミイラになっちゃうっていうシーンがあるんですけども、頭蓋骨までちっちゃくならねえよと思いましたけども、星首っていうのは中の頭蓋骨抜いてるからあんなにちっちゃくなるんであってとか思ったんですけど、まあ面白いから何でもいいんですが、はい。というですね、何の話をしてるんだか忘れましたが、あ、そうだ、昆虫映画ですね。はい。で、今日はですね、その燃える昆虫軍団の公開の直前に公開された、日本では劇場公開なかったんですが、戦慄昆虫パニックという映画についてお話したいんですが、はい。これは1974年に公開されて、現代はフェーズ4っていうんですね。で、これは日本ではですね、テレビで、確か、淀川さんの、日曜洋画劇場で初公開だったと思います。はい。70年代終わりだったと思います。はい。この戦慄昆虫パニックっていうのは、フェーズ4っていうタイトルで、フェーズ4ってのは第4局面っていう意味ですね。それでこの映画はまず最初にフェーズ1っていうところから始まるんですね。で、フェーズ1は宇宙なんですよ。で、宇宙でですね、地球と月と太陽が重なり合うシーンから始まるんですけども、これはあれですよね、2001年宇宙の旅と
始まり方がそっくりなんですね。ですごいかっこいいスタイリッシュな、始まり方をするわけですが、はい、その後ですね、いきなりですね、アリが映るんですね。それもものすごいですね、超拙者、超クロースアップでですね、アリの顔ってのはちっちゃい毛が生えてるわけですよ。ちっちゃい毛があって毛穴があるんですけども、それまで見えるぐらいのドアップなんですね。ものすごいアップ。で、目の複眼がですね、小さい小さいアリの目の複眼がですね、複眼の中の粒々の目まで見えるぐらいのものすごいドアップでですね、アリが映されるんですよ。で、すごいな、この画面は、みたいに思うんですけども、この映画を監督したのはソウル・バスって人なんですね。このソウル・バスっていうのはもうアメリカの映画史に輝く偉大なる、デザイナーですね。この人が一番有名なのは、めまいっていうヒッチコックの映画でですね、1957年かな、ぐるぐる回るですね、渦巻きの、タイトルデザインを作ったことで非常に有名なんですけれども、要するにめまいでクラクラするっていうのを渦巻きで表したんですけれども、この人はですね、もともとデザイナーなんで、ヒッチコックの映画に関しては、ヒッチコックっていうか、この人がやった映画、当時の60年代の映画ではですね、ポスターとかですね、広告デザインも全部ひっくるめてやってですね、この人は要するにそっちの畑の人なんですよ。だから、めまいとかですね、くるくるの渦巻きとかですね、人間のシルエットみたいなものがですね、重ね合わされて、すごいモダンなデザインなんですね。はい。モダンというのはですね、要するに洗練されて、その細かいところまでデコレーションされないですね、もう最小限までその、デザインを削って、要するに白と黒とシルエットだけっていうふうに、とこまで突き詰めたものをモダンっていうんですね。これ近代的っていう意味ですけれども、要するにモダンなビルディングっていうと窓しかないわけですよね。真四角で。要するに余計な装飾が一切ないと。そういう時代が50年代から60年代にかけて、モダンこそ最高と。何もかもそぎ落とせっていう時代があって、その時代のモダンデザインの、最高峰がですね、ソウルバスだったんですね。この人はヒッチコックの映画では非常に有名なんですけれども、その他にもオットー・プレミンジャー監督の映画のですね、タイトルやデザインでも有名ですね。このポッドキャストでも紹介した、バニー・レイクは行方不明の、冒頭のですね、子供のなんとか人形の切り貼りみたいな、切り紙細工みたいなものを元にしたデザインと、タイトルデザインとですね、ポスターデザインもこの人でした。はい。で、オットー・プレミンジャー監督の作品では、黄金の腕というですね、映画がありまして、それの、ポスターやレコードジャケットになっている腕のですね、なんていうかシルエットを使ったイラストも非常に有名な人ですね。で、この人はずっと、タイトルデザインをやり続けてですね、最後は確かですね、映画オタクのマーティン・スコセッシ監督の、カジノっていう映画の、タイトルデザインをしたのが多分最後の仕事だと思いますけども、あれはカジノの、ラスベガスのカジノの経営を任されてるですね、ユダヤ人の主人公の、ロバート・デニーノがですね、自動車のイグニッションスイッチを入れた途端にですね、車が大爆発をすると。で、ところがその爆風に吹き飛ばされたロバート・デ・ニーロがですね、空をくるくると踊りながら飛んでいくっていうですね、それをスローモーションで捉えてるという異常な、なんだろうっていう、笑わせようとしてんのかよ、この野郎っていうようなデザインがですね、ソウル・バスの最後の作品だったと思います。はい。で、この人のですね、もう、いわゆる劇場映画の監督デビュー作がこの、1975年のフェーズ4、戦慄昆虫パニックなんですね。で、なんでそんなモダンなデザインのデザイナーがこんな不思議なアリの映画をなんか撮ったのかと思うんですけども、見てみると実はすごいこれアート映画なんですね。昆虫パニックなんて感じじゃなくて、もっと非常に静かでですね、クールなアート映画なんですよ、デザイン的にもね。で、何よりもすごいね、映画が始まって最初の10分かそこらぐらいですね、人間が全く映らなくてですね、アリたちの超拙者映像だけが延々と続くっていうですね、おいおい、ちょっと待ってみたいなんですね、すごい、なんていうか、アイマックスで見たら気が狂うようなですね、すごい、アリの超拙者映像が延々と続くというですね、映画なんですね。で、ナレーションが入るんですけれども、要するになんかアリに異常なことが起きてると。で、アリっていうのは、その、コロニー同士で、コロニーってのは一つの、要するに女王を中心とした塊同士でですね、互いにその、殺し合ってですね、で、別の種類のアリとも殺し合ってですね、非常に競争社会みたいになってると。ところがですね、ある日突然ですね、アリゾナかなんかの地域のアリたちが、そのコロニー同士で殺し合わないで、どん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 コロニーを合体させて巨大化していくと。いう現象が見られたみたいなことがですね、ナレーションで語られるんですね。で、どん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 大きくなっていって、で、なんとか協力してですね、自分たちの天敵、
だからアリを食べる天敵っていうと何だろうな、他の虫とかですね、トカゲとか、あと何だろうな、クモですね、そういったものをですね、協力して倒すようになったと言われるんですよ。で、画面でもですね、巨大な大きなクモをですね、もうアリたちが協力して、わーっと群がってですね、一瞬のうちに食べてしまうっていう映像が出てくるんですね。で、これはすごいっていう感じなんですけども、はい。で、その後ですね、とうとう、その天敵を全部潰してですね、アリたちが今度は、動物を襲い始めたと。で、家畜を襲ってるようだということですね、牧場の羊とか牛とか馬とかですね、そういった家畜が、アリに襲われて、体内にアリが入ってですね、中を食い散らかして、要するに、餌にして食べちゃうんですね。で、そういう被害が届いたということで、やっと人間が出てくるんですけども、科学者2人がですね、調査にやってくるんですね、そのアリゾナの砂漠に。はい。で、そこ行くとですね、突然なんか四角いですね、四角柱のようなタワーが立ってるんですよ、タワーが何本も。で、これはアリの巣だと。ところがアリの巣なのに幾何学的なんです。で、これは何だろうと。アリが数学ができるようになったんじゃないか、みたいなことを言うわけですね。で、そんなことがアリに可能なのかと。で、ディスカッションがあるんですけども、とにかくアリっていうのは一匹一匹は、要するに本当にちっちゃい脳みそしか持ってないんだけれども、それがたくさん集まるとですね、ものすごい知恵になるんじゃないかみたいな、話なんですね。で、これはSF の中ではよく出てくる実はアイデアで、スタニスラフ・レムっていうポーランドの SF 作家がいましたけれども、あの人が昔書いた「砂漠の惑星」という SF 小説がありましてですね、それある惑星に行くとハエのようなですね、ハエみたいなちっちゃなですね、機械がいっぱい襲ってくるんですね、ハエロボットみたいのがですね。で、それ一匹一匹は、なんていうか、もう本当に、もうちっちゃい、0と1しか計算できないようなものなんですけども、それが何十万匹も何千万匹も何億匹も集まると、要するに、それでコンピューターと同じですね。だからコンピューターっていうのは、要するにもう本当の最小単位の部品のトランジスタだと、要するに0か1しか計算できないんですけども、それが何億って集まると、要するに人間以上の計算ができるようになるわけですね。で、そういったことが、要するにそのハエロボット、ができるようになってると。で、アリ自身もそうなってると。要するにもう、アリの一つ一つが細胞としてですね、もう、巨大な脳を形成してるというようなアイデアなんですね、このフェーズ4っていう話はですね。非常にハード SF なんですね、考え方。で、砂漠にいる牧場のじいさんたちに会うんですけども、牧場の周りに溝を掘ってですね、そこにガソリンじゃなくて、揮発しない油を流してですね、あんまり揮発しない油を流して、アリが入れないようにしてると。いうようなことを言うんですね。で、そうですか、みたいな言うんですけども、ちょっとここ危険なんで、アリが何するかわからないんで、避難してくださいっていう科学者2人が言うと、アリなんかで避難できるかバカ野郎とか言うんですね、このじいさんがね。で、なんかそこにはですね、馬があってですね、その馬に乗ってる美少女がこっちをちらっと見てるんですね。これがですね、14歳ぐらいの女の子かな、すごい長い、栗色の髪の女の子なんですけども、目が非常に印象的な女の子でね、それがちらっとその科学者の一人の若い方のですね、ナイジェル・ダヴェンポートっていう俳優なんですが、その人の方を、見るんですね。俳優名は覚えてますけど、科学者の名前は覚えてないんで、ナイジェル先生って言いますね。はい。ナイジェル先生をその女の子がちらっと見るんですけども、その女の子はですね、リン・フレドリックというですね、子役出身の、女優なんですね。で、その当時19歳なんですけども、見た感じはですね、なんていうか、なんていうか、いわゆる幼い顔なんで、14歳ぐらいにしか見えなくて、そういう設定なんですよ。で、じいさんたちの孫娘ということでですね、両親はどっか行っちゃったんで、そのじいさんとばあさんが育ててるという設定なんですね。で、その後ですね、フェーズ2っていうのが画面に出るんですね。さっきフェーズ1だったんですけども、フェーズ2っていうのは、要するにそのアリのですね、その知能化みたいなことが先に進んだということを意味してるんですけども、科学者2人がですね、研究ドームを建てるんですよ、砂漠のど真ん中に。で、中にコンピューターを置くんですけど、その70年代の話ですから、ものすごく巨大なですね、コンピューターで磁気テープで動くやつですけども、それを置いてですね、研究を始めるんですね、アリの。で、一人は生物学者で、じいさんなんですけども、で、ナイジェル先生の方はですね、言語学者なんですね。で、要するにアリが知能を持ったんだったら、コミュニケートできるんじゃないかってことで、アリの言語を解析してですね、要するにアリっていうのは、要するに、要するにアリさんとアリさんごっつんこっていう話がありますけど、アリ同士でコミュニケーションしてることは分かってるんですね、今もね。で、どういう形でコミュニケーション、どういう言語でコミュニケーションしてるんだろうかってことを探ろうとするんですね。
で、アリ同士が発射しているその音波みたいなものをですね、キャッチして、それを解析して言葉を分かろうとしているというのは言語学者なんですけども、それで研究が始まるんですね。はい。で、ところがですね、フェーズ2なんでね、段階が、発達するわけですけども、その生物学者の方はですね、この要するにアリたちと、要するにまあ、コミュニケーションするにはアリたちに何らかの反応を呼び起こさなきゃいけないんだということでですね、巣のですね、幾何学的なそのタワーの、巣のタワーをですね、グレネードランチャー、敵弾頭ですね、で破壊するんですね。ドーン、ドーンつってですね。で、何か反応しろよとか言いながら、アリたちを殺していくんですが、その夜反応が始まるんですね。農家がありましたけども、農家の周りに掘った溝をですね、まあ、油が浮いてる溝なんですけども、石油が浮いてる溝なんですが、そこをですね、木片の船を作ってですね、木片の船に乗ってアリが渡ってくるんですね。それで、あれは石油じゃなくて、ごめんなさい、あれ、殺虫剤かなんか撒いてんのかな？まあ、わかんないんですけど、とにかくそれを木片の船でアリが渡ってくるんですよ。で、牧場の中に入ってですね、家畜を殺しまくるだけじゃなくて、その農家の建物の、要するにまあ、柱をバリ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 ものすごいスピードで食ってですね、その家を倒しちゃうんですね。で、アリがですね、その家を倒すことがそんなにすぐできるのかというと、これはできますよ。うちは一回ですね、カーペンターアントというですね、要するに木材を食うアリにやられたんですけど、ものすごいスピードで、食うんですよね、アリっていうのは。恐ろしいんですけども、まあ、それに食われて、その農家も倒れちゃうんですね。でもって、ヒーって言いながら、農家の老夫婦は車に乗って逃げるんですけれども、その孫娘を連れてですね、孫娘と、あ、息子はいるのか。それを連れてトラックで逃げるんですけども、ところがそのアリがですね、そのじいさんの、運転してるじいさんの耳や目に入ってくるんですよ。で、ヒーって言って、あるうちにこのハンドルを切り損ねてですね、トラックは横転しちゃうんですね。ぶつかっちゃう、クラッシュしちゃうんですね。で、そのアリがですね、その研究所の方にも攻撃をしてくるんですよね。で、どういうふうに攻撃をするかっていうとですね、発電機とかですね、自動車がですね、その、あるわけですけど、その研究所にですね、そのバッテリーの部分にですね、自分たちのアリたちの体をつなげて、ゴキブリが自分たちの体をつなげて、地にしたみたいな感じで体をつなげてですね、電気をショートさせちゃうんですよ。で、ショートさせて、自動車の方は爆発したんですね。それが、引火してガソリンタンクに。それで、わ、これはアリたちの攻撃だっていうんで、そうすると、生物学者の方がですね、まあ、安心しろとか言いながらですね、殺虫剤をまくんですよ。プシューってものすごい、勢いで殺虫剤をまくんですけれども、黄色い殺虫剤を。ところが、そこにちょうどさっき、車クラッシュしたの、ろ、あの、農民の老夫婦が来てですね、その殺虫剤をもろに浴びて死んじゃうんですよ。ひどい話なんですけれども。はい。で、翌日ですね、殺虫剤でものすごい状況になってるですね、外に科学者たちが出てみるんですね。で、防護服を着て、まあ、人間が吸っても死んじゃうぐらいの量をばらまいてるんで、ひどい話ですが。はい。で、その一人ですね、カバーされてる、そのカバーの中で殺虫剤を防いでいたにもかかわらず、息子の方が死んでんですね。で、どうしたんだろうって言って、手のひらを開くと手のひらに穴が開いてて、そこからアリが入ってる、中を食い破って殺してるっていうシーンがあってですね、手のひらなんかよりも耳から入ったりした方がいいと思うんですけども、はい。で、じゃあ、生存者いないのかって言ってると、そのなんか避難所みたいなのが、その研究所についてる、その中にですね、少女が入ってて生き残ってたと。で、少女を助けて、その研究所の中に入るんですけれども、となんかですね、その生物学者はですね、なんか非常に興奮してるんですね。その、アリたちが自分たちの体をつないで、その電気をショートさせたというのを見てですね、彼らは完璧な生き物だとか言うんですよ。彼らは自己犠牲を何とも思わないと。女王の命令、女王アリの命令ならどんなことでも聞くと。彼らは完璧な兵士だ。どんな作戦も必ず実行する。恐怖心など何もないとか言って、素晴らしいとか言って感動してるんですね、アリたちに。で、これですね、その後、何年かしてから作られた「エイリアン」という映画の中で、エイリアンは完璧だっていうですね、イアン・ホルムが出てくるんですけども、彼はロボットなんですけど、まあ、科学者ですね。エイリアンは何も恐怖心もない。ね、憐れみも何も持たない、完璧な生物だとか言うんですけども、あれって多分ここから来てるんですね、と思うんですけども、そっくりのことを言うんですよ。魅了されてるんですね、その、アリの、なんていう非情さみたいなものっていうか、兵士としての完璧さにね。
で、ここからですね、アリとその研究所の人たちとのですね、知恵比べが始まるんですね。ての研究所の連中はですね、もう、次々とですね、なんていうか、アリにいろんなもの破壊されて脱出できなくなるんですね。まあ、最初に自動車は爆破されましたけれども、その後ですね、ヘリコプターに助けを求めて通信しようとしたらですね、通信機の中に入り込んでですね、やっぱりショートさせちゃうんですよ、アリが。で、通信機がショートして、もう使えないと。いうことでですね、脱出できないという状態になってくるんですけども、はい。で、その、叩かなきゃなんないと。でも、こっちには殺虫剤があるぞと思ってるとですね、瀕死のアリの一匹がですね、殺虫剤の、粒をですね、持って、巣に帰ろうとするんですよ。これ、ものすごい拙者でまた取ってるんですけども、で、殺虫剤の粒だから、触ってるうちに死んじゃうんですね、そのアリは。ところが、そのアリが死ぬと、また別のアリがその殺虫剤の粒を持って、また運んでいくんですよ。リレーするんですね、その殺虫剤の粒を。で、また死んでいくんですよ。で、次々と死んではですね、その殺虫剤の粒を運んでいくんですね。これちょっと感動的ですね。なんか非常に感動的なですね。なんか、よし、あとは頼むぞとかね。わかったみたいな。セリフないんですけど、アリになんかこう、アフレコをしたくなるんですね。アリジロー、あとはよろしく頼む。みたいなね、これが敵の武器だとかなんか言ってるね、勝手にアフレコしますけども、そういう、ちょっと泣けてくんですけど、で最後、とうとう女王アリのもとにですね、捧げるんですね。我々の尊い犠牲を払って、これが敵の武器です、これを持ってきましたとか言って、アリにが女王アリの足、なんていうか、お膝元にですね、その殺虫剤を捧げるんですよ。と、その女王アリがそれを食べるんですね。ちょっと食べる、ちょっとだけ食べるんですよ。すぐにですね、なんですぐにかとかそういうことは聞かないでほしいんですけれども、その黄色い殺虫剤と同じ色をしたアリを産むんですね。卵でですけども。要するにその殺虫剤に対して耐性を持った次の世代を作ったんですね。それ科学的に食べただけで可能なのかって問題もありますけれども、まあ遺伝子操作でその作ったみたいなことなんですね。で、それで生まれたアリはもうその殺虫剤では死なないわけですよ。品種改良されちゃって。ね。黄色いアリなんですけども。で、どうやって戦おうみたいな話になってて、それでアリはとうとうですね、敵はどうやったら倒せるかってことは分かってくるわけですね。つまり砂漠のど真ん中でコンピューターをいじってるわけですから、要するにコンピューターはその頃は特にそうですけども、熱に弱いんですよ。で、アリたちはですね、またアリの巣を作るんですね、その基地というか研究所の周りに。で、そのアリの巣っていうのは、その砂粒の中にある、その、光り輝く粒ってたまにあるじゃないですか、光を反射する粒。それをたくさん集めてですね、鏡を作るんですね。その鏡をたくさん並べて、それで太陽光線を反射してですね、研究所にぶつけるんですね、研究所のドームにね。と、研究所のドームは、その、要するに大量の、要するに太陽光線の集中砲火を浴びてですね、だんだん中の室温が上がっていくわけですよ。するとコンピューターオーバーヒートしちゃうわけですね。で、戦えなくなるわけですね。中の機材がどんどん潰れて、それ中のその研究員たちも暑さでダメになっていくわけですね。そういう熱攻撃をするんですね、アリが。すごいですね。ね。で、それに対してですね、科学者たちはですね、なんていうか、そのアリの巣の、なんていうか、なんていうんですかね、そのなんていうか、固有振動数みたいなものがあるんですね。そのアリの巣の固有振動数と、なんていうか、共鳴する、共振する音波っていうのを出してですね、その音波でそのアリの巣を破壊するんですね。そんなことは可能なんでしょうか？ よくわからないですけども、地震なんかでよく言いますけど、ある地震の周波数がそのビル自体の持つ固有振動数と一致するとビルがものすごく揺れて破壊されるとかいう話が昔ありましたけれども、そういう理論らしいんですけども、それで、その、ものすごい音波を出して、その敵のアリの巣を壊していくんですね。で、まあでも音波をどんどん出していくと、どんどんオーバーヒートするわけですね。ものすごい出力がかかるんで、で、その彼らの熱攻撃と、こっちの音波攻撃と、どちら勝つかっていうような戦いに緊迫しますね。はい。で、ところがアリたちはですね、特攻隊を組んでたんですね。特攻軍団というかですね、基地の、基地研究所の中に入り込んでですね、研究所の中の機材とかを冷やすエアコンの内部に入り込んで、そのエアコンをショートさせようとするんですよ。で、アリがですね、一生懸命そのエアコンの、そのコードをですね、ガチ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 って噛んでですね、そのショートさせるためにですね、
ビニールのコーティングを剥がそうとしてるっていう、ものすごい超クローズアップのあれが画面が映るんですけども、これすごいのはですね、みんな調教されてるんですね、アリが。アリっていうのは、調教によってですね、演技ができるんですね。これは驚いたですね。CG じゃないですよ、この時代ですから。で、ガジ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 ってそのビニールのカバーを剥ごうとしてると、カメラがずーっと上がっていくと、それをじーっと見てる者がいるんですよ。その、誰かっていうと、カマキリなんですね。つまり、研究員たちは、もしアリがそのエアコンの中に入ったら、どうするかってことで、ガードマンとして中にカマキリを置いといたんですよ。これカマキリも CG じゃないですよ。カマキリ演技してるんですよ。じーっとアリを見てるんですよ、上から。これすごいですよ、この緊迫感。ねえ。で、それでまたカマキリがガッと襲ってですね、その、コードを切ろうとしてアリを食べてるんですよ。ところがですね、それをさらに見てる者がいるんですね。高度に進化した体の緑色のアリなんですね。そっちのアリは頭がいいみたいなんですよ。で、さっきの食べられてるアリは餌なんですね。おとりなんですね。そっちを食べることにカマキリが夢中になってる間に、カマキリの足を引っ張って、カマキリを高いところから落としちゃうんですね。その頭のいいアリが。そうするとカマキリはちょうどですね、下のヒューズボックスみたいなところに落ちてですね、バチバチっと焼け死ぬんですけど、そこでエアコンがショートしちゃうんですね。今度セリフ全然ないですよ。アリですから、喋んないですから。しめしめとかですね、あいつはなんとかだとか言ったりしないですよ。二十世紀少年のようにですね。全員が思ってることを喋る二十世紀少年って。全員が一人として自分の思ってることを口に出さずにいられない人たち。二十世紀少年の出演者たち。ね、そういうことじゃないですから。アリとかカマキリの方が、二十世紀少年に出演してた、ユースケ・サンタマリアよりも、アリやカマキリの方がずっと役者やろうですね。はっきり言って。アリやカマキリに負けてるぞ、お前らと。はっきり言ってやりたいですけども。アリやカマキリ以下の脳みそですね。演出してる罪っていうのはですね。でですね、非常に緊迫感のあった戦いの後ですね、エアコンはショートしてしまって、オーバーヒートが始まるんですね。で、どんどん機材とか潰れていくんですね。で、中の暑さはどん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 熱くなってですね、研究員たちはもう限界に追い詰められていくわけですね。もうすごいですね、アリと人間の知恵比べですよ。ねえ、このね、面白さっていうのは、実はアンドロメダ病原体っていう、マイクル・クライトンの小説を映画化したアンドロメダっていうロバート・ワイズ監督の映画があるんですけども、あれが多分ね、元になってるんですね。アンドロメダもですね、砂漠の、アメリカの砂漠のど真ん中にですね、人工衛星が落ちまして、そこからですね、宇宙細菌が広がって、その宇宙細菌を、に対するそのワクチンを作らなきゃならないってことで、砂漠のど真ん中に作られた、研究所に入った研究員たちが、その細菌と戦うっていうだけの話なんですね。人にその限定された状況内で。でも、ものすごいサスペンスなんですよ。で、多分、あれが元になってるんですね。このフェーズ4は。あ、すいません。電話がかかってきてしまいました。自宅だったんで、自宅なんで電話がかかってくるんですよ。はい。どこまで話したか忘れましたね。あ、そうだ。それでですね、音波でね、アリがね、アリの巣がね、破壊されるシーンっていうのはまたすごくてですね、アリがその、要するに落下してきた、その、ビルじゃねえや、なんだっけ、アリの巣の残骸で潰れると、ピチャって潰れるんですけども、それをものすごい拙者でですね、撮ってるんですね。そのアリの、なんか、体液がピシューッと飛び散るところを、スローモーションで撮ってるんですけども、これ、サムペキンパーみたいな バイオレンスで、アリが潰れたよってことを、要するに、そうやってスローモーションで一匹一匹映すことでですね、一人一人のアリが兵士のように見えるんですよ。戦いで死んでいく兵隊なんですね。ちょっとね、かっこいいんですよね。なんか、アリたちがね、特攻隊とかね、組織したりして、めちゃくちゃかっこいいんですよね。暁の七人みたいな感じなんですけども。で、それだけじゃないんですよ。アリたちが死ぬでしょ、その、バタバタね、その、人間との戦いで。そうね、他の生き残ったアリたちが、その死体をですね、運んでいくんですよ、巣に。大量の死体ですけど、みんなで運んでいくんですよ。それでですね、その死体を並べるんですよ。きれいに並べるんですよ。お葬式をするんですよ。国葬を。アリの王国の国葬ですよ。偉大なる兵士たちに敬礼ってやるんですよ、アリたちが。戦死していったその仲間のアリたちを見ながらですね、アリのクローズアップが入るんですね。それを見ているアリたちの。悔しそうなんですよ。くそ、人間どもめ、許さんとか言ってるね、藤岡弘のような声でですね、人間ども、
許さんって言ってるようなですね。もう、アリの側に心半分入っちゃいますね。頑張れ、アリどもみたいな感じでですね。すごい世界になってきてるっていう、前代未聞の戦争映画ですね、これは、アリ対人間の。はい。で、アリがですね、ある作戦を取るんですよ。もう、これで真正面から戦ってもダメだと。スパイ作戦だみたいな話になってってですね。一匹の頭のいいアリがですね、忍び込んで、あの女の子、あの少女の体の中に入ってくんですね。少女が寝てるとですね、超拙者で足のとこから入っていってアリがですね、ズボンの中に入って、服の中に入ってですね、おへその上を通って、どん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 おっぱいの方に向かって通っていくのをですね、服と肌の間にカメラを入れて、まあ、シュノーケルカメラみたいなものを入れたんだと思うんですけども、摂写していくんですね。これね、エロチックなんですね。金色の産毛とかがね、見えるんですね。ちょっとエロいんですね。で、パッとそれに気づいたその女の子はですね、あっちに行ってっていうところでプツッと終わるんですよ、そのシーンが。なんだかわからないんですけど、これイメージとしてアリにレイプされたんですね。で、それが一体何なのかこの映画はね、はっきり示さないんですね。非常になんていうか、自分で考えろというかですね、よくわかってないというかですね。ただ、その日からですね、その女の子はちょっとね、アリ側の人間になっちゃうんですね。ちょっとアリチックな感じ？よくわかんないですが、になっちゃうんですね。で、アリたちを殺さないでみたいな感じにちょっとなっちゃうんですね。で、その生物学者の方は逆にですね、どんどん、アリどもめもう許さんとかね、いう感じになっていくんですね。で、この辺がね、なかなか面白いんですけども、で、このアリとの会話、ね、要するにファーストコンタクトみたいなことをですね、言語学者がやっててですね、とうとうなんかこう、だんだん分かってくるんですね、解析して。で、四角い図をまず送るんですよ。で、要するにまあ、数学っていうのは、幾何学っていうのは、宇宙、どんなとこ行っても通じる言葉だって言って送ると、四角い、返事が返ってくるんですね。四角い返事はわけわかんない。その四角にですね、なんていうか、中に丸が書いてあって、そこにドットが書いたらですね、返事返ってくるんですね。まあ、解析するとそういう図像が出てくるわけですよ。で、これは何だっつったら、あ、これはこの丸はこの研究所のドームだっつって。その中にドットがあると、これはこの中の一人を意味してるんだろうと。でもどういう意味だろうとかいうふうに考えるんですね。すると、これは多分この中の一人を欲しいと言ってるんじゃないかみたいな話なんですね。で、それが本当かどうかわかんないんですけど、その女の子は多分私のことよとか言って、私が言って生贄になれば、みんな助かるんだわとか勝手に思い込んでですね。要するに、まあ、アリにちょっとね、侵されましたから。で、ちょっとおかしくなってましてですね。その女の子は勝手にその研究所を抜け出して、そのアリの方に行っちゃうんですね。で、途端にアリがバーッとその女の子に体に群がってですね、キャーっていうところでまた画面変わるんですけども、で、研究員たちがですね、これはもう最後の戦いだと。これはもう、いくら戦っても埒が明かないから、こっちも特攻隊を出すしかないと。で、その女王アリを、なんていうか、殺せば大丈夫なはずだと。絶対全部のトップにいる女王アリがいるはずだみたいな話なんですね。で、特攻しようみたいなことになって、こっちから、まあ、出撃するんですけども、出撃した途端にですね、もう、そこに落とし穴があってですね、生物学者の方は落っこって死んじゃうんですね。アリの罠に引っかかってですね。で、最後に残った言語学者のナイジェル先生がですね、散々いろいろ苦労した挙句ですね、女王の、なんていうか、王宮にたどり着くわけですけれども、はい、その女王の部屋に招き入れられるんですけど、それは明らかに人間を招き入れるために作られた人間のための部屋なんですよ。しまったと。俺は女王を見つけたんじゃなくて、女王に招き寄せられたんだということに気づくんですね。すると、床の砂の中からですね、何かが出てくるんですね。ゆっくりゆっくりですね。何かが出てくるんですね。あの少女なんですね。リン・フレドリックなんですね。彼女は手をですね、こう上の方にこう捧げるようにも、なんだか突き上げててですね、目はですね、見開いてるんですね。どこも見てないんですね。アリに完全に脳を支配されたような風な感じなんですね。で、砂の中からこう、うわーっとこうですね、浮かび上がってくるんですね。まるで、
水の中から浮かび上がってくるように。このイメージは水死するオフェリアのイメージですね。ラファエロ前派というですね、イギリスの美術のですね、派閥があったんですけれども、それの画家のですね、ミレーっていう画家がですね、描いたオフェリアの絵があるんですね。ハムレット、シェイクスピアのハムレットの中に出てくるですね、オフェリアっていう、お姫様がですね、狂ってですね、冷たい水の中に入って死んでいくというところを絵にしたものがあるんですけれども、ものすごい怖い絵なんですけれども、その絵のイメージなんですね。これはやっぱちょっとすごいですね。ソウルバスって人はいかにすごいかっていうのはわかりますけれども、それでその美少女が出てくるわけですけれども、一体何なのかっていうと、その後ですね、そのナイジェル先生と美少女はですね、セックスをするんですね。服を着たままでしか映さないですけども、明らかにセックスをするんですね。これどういうことなのかっていうと、アリたちはこの2人を飼うことにしたんですね、この人間たちを。で、アリたちはもう人類を滅ぼし始めるんですよ、これから。アリたちはもう地球の後継者なんですね。人間を滅ぼして地球を支配するんですね。アリたちの地球侵略が始まるのをフェーズ4、第4局面と呼んでるんですね。で、この2人だけはですね、生かされるんですね。で、実はその研究者たちはアリを研究して観察してると思い込んでたんですけど、実は逆で、アリたちが彼らを観察してたんですね。で、人間というものを知り尽くして、シミュレーションし終わったんで、いよいよ本格的に人間征服に乗り出すんだ、というのがこのフェーズ4なんですよ。それで画面に初めてタイトルのフェーズ4ってのは出るんですね。で、それは沈みゆく太陽がバックになってるんですね。人間の時代は終わるんだ。黄昏なんだ、ということを意味してるんですね。これはね、なかなかね、哲学的な映画でもありますね。で、なんていうか、ちょっと2001年宇宙の旅に似たところがあるんですよね。人間の進化についての物語ですね。2001年宇宙の旅っていうのは、あれは要するにコンピューターのハルと人間が進化をめぐってですね、要するに競争するという話ですね。ダーウィンみたいな理論ですけれども、生き残った方が次の人類の後継者になるってことですけども、これはアリなんですね。アリが人間に勝って、知恵比べて勝って、地球の後継者になるという物語なんですね。で、原因がどうしてそんなにアリがそんな風になったのかっていうのはよくわからないんですけども、で、この2001年宇宙の旅とこのソウルバス監督っていうのは不思議なつながりがあるんですね。というのは、ヒッチコックのめまいっていう57年かのオープニングのぐるぐるぐるって渦巻きっていうのは、あれはソウルバスが作ったんじゃないんですね。ソウルバスはデザイナーとしてそれを考えただけで、実際にぐるぐるっていう、ようなですね、効果っていうのを考えた人っていうのはですね、ジョン・ホイットニーっていう人なんですね。で、この人はまだコンピューターがアナログだった時に、アナログコンピューターを使ったモーションコントロールカメラでですね、スリットスキャンっていうようなシステムを作ったんですよ。で、ところがそのスリットスキャンが要するに使いたいと、2001年宇宙の旅の、スターゲートのシーンにってことで、キューブリックがこの、ホイットニーを呼んだんですけども、撮影現場に。で、ホイットニーと喧嘩しましてですね、キューブリックしょっちゅう喧嘩する人ですから、で、ホイットニーは帰っちゃったんですけども、彼が残したスリットスキャンのシステムを利用して、ダグラス・トランブルっていう人がですね、スリットスキャンを完成させて、2001年宇宙の旅のスターゲートのシーンを作ったんですね。という流れがあるんですけども、そのホイットニーと最初に、要するに商業映画のデザインをやったのはソウルバスなんですよ。だから、ちょっと不思議なつながりがあるんですね。で、2001年宇宙の旅とアンドロメダっていう映画、にインスパイアされて作ったのがこのフェーズ4なんですけれども、僕がなぜこの映画が非常に覚えてるかっていうと、やっぱりね、このね、リン・フレドリックっていう女の子がですね、最初14歳ぐらいのイメージで出てくるんです。僕年齢知らなかったんですね。要するに、自分とあんまり年変わんないんじゃないかと思ってたんですよ。見てた時にですね。中学生ぐらいだったんですけども。で、その女の子、要するにセリフの中で科学者はですね、彼女はまだ子供じゃないかみたいなことを言うんですね。それなのに最後セックスするんですね、その科学者と。要するにこの2人は つがいとして飼われるんですね。人間のなんていうか、サンプルとしてこのアリたちに。なんかやらしい、エッチなイメージですよね。で、2人がセックスしてんのを、そのアリがじっと見つめてるんですよ。服着てますけどね。これはね、わいせつなね。要するに人間がその檻を作って動物を飼ってですね、動物に、なんていうかね、つがわせてるというイメージなんですけども、
まあ、エッチでしたね。それで覚えてるんですけどね。はい。で、このリー・フレドリックっていう人はですね、この後、ピーター・セラーズのお嫁さんになったんですね。で、ピーター・セラーズって2001年、この人もだからあれですよ、2001年、宇宙の旅の監督の、キューブリックのですね、もう大好きな俳優で、ロリータっていう映画、ロリータに出てるんですね。はい。で、ロリータでですね、ロリータを主人公のハンバート・ハンバートから奪う変な男の役でピーター・セラーズ出てますけど、あと、博士の異常な愛情でいろんな役やってるのはピーター・セラーズですね。で、実はこの人はロリータに出てるんですが、実際にロリコンでですね、ブリット・エグランドとかですね、自分の娘みたいな人と次々と結婚して、そのリン・フレドリックと会った時も年が20歳くらい離れてたと思うんですけども、結婚してですね、リン・フレドリックがピーター・セラーズが死んだ時の未亡人になるのかな、あれ違ったかな、忘れたんですけど、リン・フレドリック自身も40歳で死んじゃうんですね。美人薄命って。このリン・フレドリックっていう非常に燃えるロリコン系の人にも非常に有名で、あともう一つ、非常に燃える昆虫軍団っていうのはね、本当に火がついて燃えるだけなんですね。体から発火機能があってですね。で、別に、タイトル聞くと燃えよドラゴンみたいな、見て、こう、頑張れみたいな燃える映画じゃないんですが、燃える昆虫軍団は。でもね、こっちの方のですね、戦慄昆虫パニックのアリたちは本当に燃える昆虫軍団ですね。見てると、もう燃えますね。頑張れアリたちっていう感じでですね、よし、俺の後、お前が戦ってくれとか、ああ、アリ二郎みたいなですね、そう、アフレコを勝手にしたくなるんですが、アリはセリフなしで、戦う男たちのですね、哀愁を表現してますから、20世紀少年の俳優たちよりも、100億倍ぐらい俳優として立派な人たちですね。はい。ということで、何を言ってるかもう全然わかりませんが、今日は先日昆虫パニックのお話でした。はい。皆さんも昔見た映画で、タイトルがわからないとか、この映画どうなってるんでしょうかっていうような質問がありましたら、メールでお送りください。